点実践編にします。まず前回やったルンバウォークの基礎、ずらして足を寄せてからまっすぐを作り移動、反対もずらしてからまっすぐを作り移動。これに加えて次は2人で合わすことを説明します。まず自分の中でイメージしてください。股関節の高さ、へそ、みぞおち、この3段階を頭の中でイメージして高さを変える練習をします。そしてそれを2人で合わす練習をします。よろしいでしょうか。まずルンバウォーク、スタートを切るときに今は股関節の高さ、ここから体を引き上げ、へそ、みぞおちと意識してください。この位置で足を寄せてきてステップします。ステップした最初の瞬間、この時は股関節の位置に変わります。そして前に乗るにつれて、へそ、完璧に前に乗った時に二度打ちの高さに変わります。そしてまた切り替えて、股関節、へそ、二度打ち、ローテーションとなります。横から見てもらいます。僕は立てします。準備をします。股関節の高さからへそ、二度打ち、足を寄せてきて準備、前やったやつやってください。はい、ステップします。ステップ、その時にまた股関節の高さ、へそ、みぞおち、ローテーションで前回やったやつをします。足を寄せていく。よろしいでしょうか。じゃあ次は2人で合わす練習です。まず、まあ架空、家の中だったら誰かに手伝ってもらうのもいいし、架空で想像してください。まず寄る時も高さを変えずにこうやってただ寄ると押し合いっこになっちゃいますので、2人で高さを合わします。寄るために低い位置、股関節の高さ、へそ、みぞおち、また股関節の高さ、はい、股関節の高さからへそ、みぞおち、股関節の高さ、このようにして2人で合わします。ゆっくりな速度の方が分かりやすいですが、早く移動、早く移動、こういう風にすると押さなくて済むけれども、早く移動の時に手を使えてしまって平行移動してしまうとこうなっちゃいます、ね、でそういうためにも高さっていうのを意識して踊り、コロナウイルスが解散した後に踊りの時に使ってみてください。では実際にファンポジションまでちょっと2人でやってみます。まず構えます。今は股関節の高さからスタート、手を取り合ってスタートを切る時に男性側になりますが、へそ、みぞおちと用意をしてからエンス、フォー、へそ、みぞおち、股関節、へそ、みぞおち、きつい切り替わって股関節、へそ、みぞおち、股関節、へそ、みぞおち、はい、ここも同じ、股関節、へそ、みぞおち、の股関節、へそ、みぞおち、エンド、股関節、へそ、みぞおち、そうやります。こういったテクニックをちょっと使用してみてください。では最後に少しだけベーシックルンバを踊ってみますので参考にしてみてください。